駅構内、ベイズウォーター駅は、イギリスのロンドン、シティオブウェストミンスター、ベイズウォーターにある、ロンドン地下鉄の駅である。サークル線とディストリクト線の列車が発着する。トラベルカードゾーン1に属する。この駅は、ロンドン都心部にある、シティオブウェストミンスターのベイズウォーター地区にある。南北に走るクイーンズウェイに面しており、クイーンズウェイの西側に一つの出入り口がある。駅は東西に伸びる地下駅で2面2線の相対式ホームを持つ。サークル線、ディストリクト線は線路を共有しており、同じホームに発着する。この駅は1868年10月1日にメトロポリタン鉄道がパディントン駅から西に延伸した際に開業した。駅は何度か改名されている。1926年11月1日には、ベイズワター&ウェストボーングローブ、1933年には、ベイズワター、そして1946年には、ベイズワターとされた。その後、が外され、現在の駅名になっている。この駅は2006年に、メトロネットによって改装された。南に200メートルほど離れた、クイーンズウェイの南端には、セントラル線のクイーンズウェイ駅がある。駅の南方を東西に走る通りである。ベイズウォーターロードは、フォーサイト・サガシリーズとして知られるジョン・ゴールズワージーの小説を含む英文学において有名である。昼間時の運行パターンは以下の通り。本数は1時間あたりの列車数。昼間時の運行パターンは以下の通り。本数は1時間あたりの列車数。また、毎朝アクトンタウン発、エッジウェア、ロード駅行きの列車と、日曜日の深夜には、エッジウェアロード発イーリングブロードウェイ行きの列車がある。ロンドンバスの7、23、27、36、70系統と、ナイトバスの N7 系統が当駅を経由する。さらに、23、27、36系統は24時間運行している。ロンドン交通局ロンドン地下鉄サークル線、ノッティングヒルゲート駅、ベイズウォーター駅、パディントン駅ディストリクト線、エッジウェアロード線ノッティングヒルゲート駅、ベイズウォーター駅、パディントン駅 ABCD エウェル、ウィリアムズ、ディストリクトライン、ベイズワター、リーネンドステーションズ、2015年6月10日時点のオリジナルよりアーカイブ、2015年6月10日閲覧、ローズ1999、ロンドン交通局、スタンダードチューブマップ、ノット2スケール、オリジナルの2016年1月3日、時点におけるアーカイブ。http://content.tfl.gov.uk/standard-map.pdf@ ステーションリファービショメントサマリー。ロンドンアンダーグラウンドレイルウェイソサイティ2015年6月10日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年6月10日閲覧 A.B. Feather、Clive、サークルライン Clive、S アンダーグラウンドラインガイズ2015年6月3日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年6月3日閲覧サークルラインタイムテーブル from ベイズワターアンダーグラウンドステーション2パディントンアンダーグラウンドステーションロンドン交通局2015年6月6日閲覧サークルラインタイムテーブル from ベイズワターアンダーグラウンドステーション2ナッティングヒルゲートアンダーグラウンドステーションロンドン交通局2015年6月6日閲覧 ABC フェザークライブディストリクトラインクライブS アンダーグラウンドラインガイズ2015年6月3日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年6月3日閲覧ディストリクトラインタイムテーブル from ベイズワターアンダーグラウンドステーション2パディントンアンダーグラウンドステーションロンドン交通局2015年6月6日閲覧ディストリクトラインタイムテーブル from ベイズワターアンダーグラウンドステーション2ナッティングヒルゲートアンダーグラウンドステーション、ロンドン交通局、2015年6月6日閲覧、A.B. デーバススフロムベイズワター、ロンドン交通局、2015年6月3日時点のオリジナルより、アーカイブ、2015年6月3日閲覧、A.B. ナイトバスフロムベイズワター。ロンドン交通局。2015年6月3日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年6月3日閲覧。ありがとうございます。